ううさんごご、えー、ご連絡あありりががととざざいいまますすす報告 PDF の方ですね結論から言いましょう。結論から言うと、これ何基準で作ったのかって話ですね。何基準。まあ、誰をサンプリングしたのかっていう話ですね。で、あのこれちょっとですあ。どうしようかな。一応まずあの、結論から言うと、僕の基準から言うとダメです。 僕の15年いろんな無料レポートを見てきた基準から言うとダメダメです。まず、あの <laughs>、まずボリュームが9ページ。ボリューム9ページなんですけども、まあ1ページ目は著作権についてじゃないですか。だかボリューム的にこれは多分まあ特典のここのやつもいると6、7ページになっちゃうと思うんですよね。うん。 だからこの6、7ページの無料レポートを何を参考にして作ったかですよ。で、まずは、えー、無料レポートスタンドみたいのいっぱいあるんですね。で、無料レポートスタンドでも上位のやつだったりとか、ちゃんと作り込まれてるやつは作り込まれてるんで、それをちょっと見てほしいです。であ、もちろんクソみたいなのもありますよ。ただ、わかりやすく、要は初心者の人が買ったりとかするので、画面キャプチャーも1個もないじゃないですか、これ。 今ブログでも例えば何とかのやり方ってなったらちゃんとやってる人って画面スクショしてそこになんかこう入れてこの矢印入れたりとかして分かりやすくやってるんですよだから無料レポートとかもちゃんと作ってる人はしっかりそこまでやってますでもしテキストだけで行くんだったらですよ。こういうでもこれはもうあのテクニカル的なのと,ところなんでできれば写真もキャプチャーあった方がいいですねで僕の基準で言うならば 年収1億を、年収1億を10年ぐらいやってる人、早稲田大介さんっていう人がいるんですけど、情報、情報、情報企業、情報企業、企業解体所、情報企業解体所だったかな。<laughs> まあちょっとリンクを送っておきます。これまだね、確かリンクあるんですよ。これ、早稲田いすけさんが、あ、まだリンクありますね。はい。情報企業解体新書ですね。これが多分ね、15年前か相当前に作ったやつなんですけど、うーん、今見ても多分学びはあると思います。これが300ページぐらいあります。無料で配ってるんですけど、292ページですね。 えー、情報企業解体新書、情報企業解体新書、一応あのメールでもリンク送っときますけど、こう検索しても出てきますね、まだ。うん、これを昔その、えー、情報商材が2、3万とか1万5千とか9800円とか、要は1万から3万ぐらいで情報商材、PDF の情報商材が売られてた時期に、無料で、無料で情報企業解体新書っていうのを無料で出したんですよ。 でそこでリストバーって集め,集めたんですけど。で、稲田大輔さんっていう人は年収1億10年以上もやってますけど、リストマーケティングですね。はい、だこれが15年前ぐらいに作られた、そのやつですね。これはもう、これは多分今見ても勉強になると思うんで、一回見てみてください。多分基準が上がる,ると思います。無料でこれ出してるんで、300ページ。しかも稲田大輔さんって、半身不随なんですよ。 なんかそのテラポッドみたいな本も出してるんですけどなんかこの割り箸かなんかでこれでやるみたいな <laughs> これ300ページよう書いたなと思いますけどね、まあ、ちょっと参考にしてみてください年収1億稼いだ人の無料レポートの基準を知っておくとあのいいと思います一応ただここまでやれってなると多分無理なんですよ、まあ、どれぐらいかかっちゃうか分かんないんで一応でもプロはどれぐらいやってんのかっていうのを知っておくことは大事だと思いますんで で、できるだけそこに合わせていく。もちろん最初からそれは無理だと思いますけども、少なくとも改善の余地はいっぱいあると思います。この9ページは多分、なんとなく、うん、申し訳ないですけども、めちゃめちゃ頑張って作った感は僕は感じれないんですよね、ここからは。だって画面キャプチャー一個もないんで。うん。僕の基準から言うと画面キャプチャーは入れるんですよ。なぜならばこう、ここをクリックしましょうとか。 あの入れた方が絶対いいんで。うん、例えば、仕入れ編とかの場合も、例えば、えー、メルメルあの検索これで検索したらこういうのが出てきて、こういうのでとか、で、ここの部分気をつけましょうみたいななんか画像入れられよう入れられると思うんですよね。うん で、あとは、そのメルカリと、その、この、どう、この、じゃこっちで仕入れた、えー、こっちで載ってる価格のスクショと、じゃこっちのメルカリってどういう風に取引されて、ソールドアウトの写真。もうこれで分かりやすくないですか説明があって、じゃあ見てみましょうと。さっきこっちで検索したらこういうの出てきましたけど、このパソコンはこっちのメルカリではこれぐらいでソールドアウトしてます。じゃあここに価格差ありますよねみたいなスクショがあった方が良くないですか分かりやすいですよね。このテキストだけだとちょっと伝えづらいじゃないですか。 うん、はい。ということで、あとこれをここならで販売しようということなんですけども、うーん、僕は販売しない方がいいですね、これだったら。これ、無料でもきついんじゃないかなと僕は思うんですよね。この、申し訳ないですけど、このレベルだと。うん、僕が PD PDF やらない理由は、そういう、昔から昔 PDF だったんですよ。 今動画なかったんで、ずっと PDF だったんで、PDF の商品と無料レポートが PDF 主流だったんで、いろんな人が見てきたわけですよでた。で、自分たちも作ってきたんですね、PDF を。めっちゃ、めっちゃ PDF 作ってきました。PDF が商品なんで、大変なんですよ。めっちゃ大変。だから僕は今動画しかしてないですね。動画だと僕は簡単にできるんで、例えばセミナー映像みたいな、セミナー話してますみたいな、もう終了で、 うん価値を受け取ってくれやすいですし PDF でやるんだったらある程度しっかりと作り込んだ方がいいと思いますで参考としては無料レポートスタンド、えー、無料レポートスタンドメール像とかマグ像とかいっぱいありますいっぱいあるのでそこで、まあ、あの無料レポートスタンドしてメールアドレス用みたいなの作ってでそこでリサーチ用にこう何個か取ってみて見てみるっていう 多分ね、その参考資料が少なすぎるんじゃないかなと思うんですよね。こう、これが出来上がってくるっていうことは、僕からすると、その、あんまり見てないんじゃないかなと思うんですよ。その、他の人のやつを。うん。そう。はい。ということで、これはやり直した方がいいと思います、僕的には。うん。 そうあとこれで販売するのももっと改善してから改善はできるはずなんでうんその。頑張れば。<laughs> はい、あとはそこを頑張るか頑張んないかですよ。要は手を抜いたものを出すのか手を抜かずに出すのかただそれだけだと思います。本当に。そう。はい。ということで、えー、頑張ってまたちょっと、えー、補填してみてください。細かいところですね。はい。うん 頑張ってください。では。